ソレス,のスノーマン岩本光るメグロレン宮舘良太、浅田真央はいくらで雇ってもらえるのか広末涼子が金額予想に悪戦苦闘。5月12日金曜日放送の「ソレスノーマンにやらせてください」TBSK 午後7時から8時57分は「ソレスノーマンだとおいくらですか?」を送る。ゴールデン2回目の放送となる2時間 SP では「ソレスノーマンだとおいくらですか?」を放送。 スノーマンの名前を最大限に使い、そのまま他の職業に就いたらいくらで雇ってもらえるのかを検証し、その査定金額を予想するこの企画。トップアイドルである今のスノーマンの超リアルな価値が暴かれてしまうという禁断の査定クイズだ。今回はフィギュアスケート元世界女王の浅田真央が初参戦。真央チャンスマイルと呼ばれる愛くるしい笑顔と持ち前の体力とバランス感覚を活かして、 観光地浅草で人力車の車夫に挑戦する。メグロ連は、テレビでもたびたび取り上げられている人気スーパーアキダイで一号販売。昨年、ドラマサイレントで一躍ブレイクを果たし、今や引っ張りだこの人気俳優となったメグロの力は、